何も食べても罪悪感ない、うん、これをちびいくのがええね。お前早いってお前おい。どうもかまいたちです。ミスコリ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 。さあ本日は、はい、お酒に合うおつまみコンビニ編。ちょっとしたもんこう買って、はい、家でお酒飲むときに、うん、僕がよく買うやつをね、はい、ちょっと、紹介していきたいと思います。なるほど。はい。なんかいろいろ考えたんですけど、はい、ちょっと小さくまとまった感じに思われると嫌やなっていう。どういうことですか？小さくまとまった。ド派手ななんか、うん、お好み焼きとか、うん、ナポリタンとかじゃないのよ。うん、ほんまにリアルに買ってるやつ。なるほど。家でちょっと一人で晩酌する時とかにやってるやつね、はい、だからリアルさを楽しんでほしいなと思います、はいはい、リアルなの本当にリアル。全く飲まへんからさ、はい、おつまみという概念がないのね。確かにね。あたすルービーを。はい。山内さんは一応ちょっと飲めないんで、はい、レモン炭酸的なやつを。はい。それな、強炭酸のやつな。はい、うまい。コカ・コーラさんのアイシースパークね。俺はマジでいいよね、それ。紹介していきたいと思います、はい、なんやそれ的なこと言わんといてな。ちょっとじゃあ行くで、はい、いくで、うん、まずこちら、はい、セブンイレブンさんのこのおしんこ盛り合わせと秋ナスの浅漬け。何やそれ。リアルで。ほんで悔しいのが、はい、今日探したんやけど粉なすがなかった。何それ。粉なすの浅漬けみたいなのがあるの、ちっちゃい。ほう。映像出てると思います。こう漬物を食べるの。そうよ。お酒のあてに。そうよ。で、まあ、こっちのおしんこ盛り合わせはいろんなの入ってるから、うん、きゅうりとかもね、白菜とかも入ってるし、うん、でこの秋ナスの浅漬け、うん、これもファミマさんの美味しいやつ、はい、だからこんなところのラインナップがあればもう基本的にはずっと飲める。なんか思ってたあてと違うな。そうでしょ、ド派手なやつ想像してたでしょ、うん、でもこれがリアルということなんですよ。これは結構みんなあり得る話な。お漬物でお酒飲むのはあり得るよな。あ、そう。うん。なんかもう終盤はそんなんでええねん。もしちょっとこれ水切ってきて、ビュー出るから。はい、これうまいね、この秋ナスのやつも。こんなあったら永遠です。いただきます。乾杯。いただきます。よいしょ。うん、なんかうん、うまいな。カロリーゼロおつまみなんで。あ、カロリーゼロおつまみ。本当に何も食べても罪悪感です、うん、で結構今日そのどでかいのを言ってないって言ってるやん、はい、うん、その分かりやすいジャンキーなもんとか言ってないのは、うん、なんでかって言ってやっぱお酒飲む時にがっつりしたもん食うと、うん、もう太るから。満腹ジュースもちょっとおかしになってくるから、うん、バンバン食べてもうねん、うん、でこういうちょっとしたものをいくつかポンポンポンと置いて、はい、いろんな味を楽しみながらこう満腹感とか食いすぎを予防するという。なんか俺大学生の時周りの友達飲んでた時のあてってもスナック菓子、うん、はいはいはい、スナック菓子もね、スナック菓子とかで食べてたけどね、はい、食べてるよ。こんな渋いおじいちゃんのやり方なんじゃ違う。でもこんだけ全部食べても、うん、スナック菓子一袋に比べたらさ、うん、軽いもんや。ただ次の日目パンパンになってるけどな。漬物の塩分で。美味しいね。3時間は飲めるよな。ほんまに。どんだけチビチビいくね。チビチビがええねん。本当のこと言ったらこんなもんもっと切ってほしい。ちっちゃく。ちっちゃく。これの4分の1ぐらいでいい、ね、1回が。いや少ないわ。もうがっつりパッパッパッて食べたいもん。回数稼ぎたいからこっちは。わかる？この回数を稼ぎたいね。だから結局これを一口で食べてもこっち飲むのは変われへん、うん、これを4分の1カットのやつを食べてもこっち飲むの変われへんの、うん、だからこの回数が多ければ多いほどいいね。意味わからんと思うけど、わかる？ちょっとマジック。いい、解説するわ。マジックちょうだい。マジック書くことじゃないって。解説するわ。書くほどのことじゃないやろ。で、当ての仕組みを山内さんに教えます。なんだ当ての仕組み。理解できないでしょ。ちっちゃくした方がいいとか言うのもできない。俺はだからこういうの見たら早く開けたい。全然食べきりたい。
ダメ。第一として、うん、めっちゃくちゃずっと飲みたいなの、お酒を。お酒をずっと飲みたい、うん。これだけはまず1個覚えておいて、うん。そこがもう違うもん。で、まあビール一杯、まあお酒一杯ね、飲むと、うん。で、これ飲むのに、例えば、5口かかるとしましょう。うん、これ一杯飲むのに5口。飲むときに5回、はい、5口かかるとします、はい、おつまみが例えば そのナスが5つあるとしましょう、うん、浅漬けが5つあると、はい、じゃあ一口につき一切れ食べたいのよ。でこれじゃあ、この一杯を飲むにあたって、うん、おつまみこれでなくなるやん、うん、一口飲んで1個、一口飲んで1個食べていったら、うん、いいよ。じゃあ2杯目飲むときに、うん、もう当てないのよここに、うん、これがもう寂しくてしょうがないの酒飲みっていうのは、うん、だからこれを例えばじゃあ、まあ、5等分にしようか、分かりやすく5等分したもの1、2、3、4、5、これが分かりますか、うん、結局なんか口に入れて飲むっていうのは変わんないんですよ、うん、だからこれが大きい実際は関係なくて、うん、なんか1個口に入れて飲みたいの場合、これならば同じ量でも5口飲んでね、はい、5口飲んでなくなるのはここやね、結局でも満足度は変わんないのよ、口に入れて何か飲みたいっていう、うん、じゃあ次の新しい一杯に行った時にまだこんだけ残ってんのよ。だからこれで一杯しか取れなかったものがこうすることによって5杯取れんのよ。いや分かんねんけど、うん、これをさ、うん、多めに買っとくとかは違うの？それでもいいってこと？そんなんはしたくない、お腹いっぱいになるから。なんか口に入れたいの。これそのままのサイズで5杯いけるように5個これ買っとく。 お腹をいっぱいにしたいわけじゃないの俺たちは。え、俺たちという種族はお腹をいっぱいにしたいわけじゃなくて、お酒とこういうものを合わせたいだけやねん。よりお酒を美味しく感じられるこういうものがちょっとずつあることに越したことないのよ、うん、このおつまみから何杯取れるかや。分かる。お腹を膨らましたいんじゃないってこと？そう。当てを食べるってこと？違う。全然違う。え、食べ物ってそうやん。お腹膨らますために食べる。それまあ乾杯で最初のなんか飯食いながらの時はお腹空いてるからちょっと食べるのはある、うん。もう普通にお酒飲む時は お腹をいっぱいにしたいわけじゃないねん。これは、うん、絶対このサイズでいいわ。ちっちゃければちっちゃいほどいい当てっていうのは。ちびちびいくんや。うん、そういうのを踏まえた上で、はい、続いてまだあるこちらセブンイレブンさんの赤西貝。何それ。何それ。聞いたことない貝やねんけど。赤西貝、赤西貝、うん、ファミリーマートさんの磯貝も美味しいけど貝売ってんの。これってもうお酒にほんま当てに特化したもんなんちゃう。まあそうでしょうね。これはなんか別の用途ありそうやけど、うん、渋いやろラインナップが。だから俺はド派手にしないよってモリシーに。ちょっと三輪が派手で面白いとかないけどリアルなやついくよ。こんなん買う。これもカロリーゼロなんで俺調べやけど、これをつまみでこうして、うん、はい、貝をさ食べる、コンビニで買って食べる。めちゃめちゃうまい。めっちゃうまい。だから書き込みたい。この箸全部に突き刺してこういきたい。俺が例えば山内とホテルで部屋飲みしてたとして、山内がこの赤西貝をバッて食ったらバッチーン。いやいや、これはうまいからもうどんどんいきたいよ。うまいやろ、この食感もいいのよ、奥歯で噛みしめる。うまいやろ、めっちゃうまい。だからガンガンいきたい。ガンガンいったらあかんね。見てみこれ、粒の数で言うてみ、見てみこれ、うん、何倍の麺でワクワクするやろ、うん、大阪のホテルとかでこういうのを並べて、うん、こう大体のこうなんかザッというこの数量が多いものを見て、うん、幸せやな。これをちび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 いくのがええね。早いなペース。めっちゃうまい。ペース早いで、めっちゃうまい。なんやったらさっきの赤西、あー早いなお前。赤西貝の虜になってるやん。これはうまい。なんやったらさっきの赤西貝の感じでいっぱいいかなお前。
いや、めっちゃうまい。今度買おう。うまいやろ。これほんまにうまいやろ。ほんまに。いくらこれ。300円くらいだった。これは買うわ。ファミマさんのあの磯貝もうまいな。美味しいね、貝のやつ。そう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 、似たよね。お前早いって、お前。おい、バカかお前。いやいや、何考えてんねん。いやいや、美味しいから。違うね、そういうもんじゃないねん。こいつほんま何が。いや、めっちゃ、いや 今はこうほんま収録中やからあれやけど、プライベートでこんなスピードで赤石貝食べられる。お前早いね。何してんねんお前。うまいやろこれ。うまいわ。買って帰ろうかな今日。これとこんな小瓶の日本酒とかを買うて部屋でこうちょっと飲むのがええねん。うまい。そう、分かってる間に挟むねんや。だいぶ分かってきた。お前赤石貝メインやな。なあ、うまっ。これお腹いっぱいになるやん。そんなペースで食べたら。言っとくけど、え、山さん、これ俺がどれぐらいのスパンで消化すると思ってる？いや、俺なら20分やな。ダメ。もうこれにライスを置いて、まあ、俺はだいたいこれ9時ぐらいから飲み始めて2時までこれでいい。嘘やと思ってる。ほんまやから。寝ろや。寝ろや。まず、もう食う食わへんじゃなくて、まず寝ろ。で、食感として楽しんでいただきたいという意味で言うと、このタコブツね、これファミマさんのやつね、はあ、はい、これもお刺身のお醤油とわさびついてるから。なるほどね、うん、一緒ね、うん、系統この辺だから。結局なんちゅうかな、飲んでるとあんまり脂っこいもんしつこいもんっていうのがちょっといらんようになってくるのよ。で、年齢もある。年齢はあると思う。唐揚げとかもさ、あてっちゃって、うん、昔は全然いけてたけど、やっぱ年齢ある。で、この辺やっぱな、タコイカそうめん的なやつもあるから、うん、そういう場合もある。その辺はまあその日の気分によってやけど、この辺ね。いや、俺買ったことないわ、この辺のおつまみ系のやつ。この辺をちょっと、うん、うん、え、みんなこれをやってんの、酒飲みながら。そう、うまい。一気に開けるよ。一個ずつ完食してかじゃなくて、うん、もうどれでもいけるっていう、このバイキングみたいなもんや。これでもう1000円せえへんから。お前赤に市街のドリコやな。めっちゃうまい。森氏に言ったんだよ、ラインナップ地味になるでって、うん、でもここで嘘ついてさ、ド派でナポリタンとか、うん、まあ、ちょっとちゃうやん。リアルな感じ。ほんでや、山内さん、はい、これでもやっぱりだん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 こうちょっとお腹空いてきたなみたいな感じになったりすんのよ、うんうん、その時にパン。何それ、この中で、この流れで。このね、チーズのパン。デブやん。デブやん、夜食の。このチーズのパンがうまいね。え、お酒のあてやん。そう、塩気もちょっとあるから、このね、しっとりしてるな、これ。この奥歯でね、しが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 噛む。いや、パンやん。俺もパンでビール飲んでうまいな、これ、うん、うまいね。これがもうちょっとちぎってね、これパン単体めっちゃうまい。うまい。そのお酒との相性とか分からへんけど、単体で全部めっちゃうまい。これは結構俺は最近発見して、これはめっちゃうまい。最近発見して、酒飲んでる時にこう、まあ、買いに行くやん、コンビニに、うん、飲む前に、うん、でいろいろこの辺のやつ入れて、ちょっとなんかしょっぱいパン食べたいなと思ってこれ買ったらうまかったのよ、セブンイレブン。そう、ほんでもう俺はだからこれは、まあ、腹減ってるから飯系の意味もあんねんけど、うん、当てのつもりがあるからあんまかじったりしない、うん、ちぎって、で奥歯でシガシガシガ噛んだらやっぱ多めにいっちゃうよ、うん、いや、もう噛みたい、限りなく少なく少なく。うまっ。これうまいよな。ちょっとないよ、他にない食感で。結構チーズの香りするやろ。する、濃いめに。俺はもうほんまにこれやな、こんな感じのラインナップで飲んでる最近は。うまい。全く無理せずやってます、今日の紹介は。これはもうほんまにうまい。ハマりましたね。これ買おう。今のこの秋ナスのこの浅漬けもうまいけど、はい、こなす粉で、それこそこれや、うん、これだけのやつはあるね、セブンさんのこなす、うん、うん、このパンめっちゃうまい。こういうことです、うん。めっちゃ食べたけど、飲み物飲まないもんね。ご飯として食べてるから。
まだまだあるやんみたいな。で赤にし貝が減ってきたら、赤にし貝食べたいってなった時になくなるのが嫌やから他のやつこう食べていく。すごいバランスよく減っていくから。で本命は赤にし貝だ。いやいやもう全体的に今日は山内さんが赤にし貝にはまられた。うまいわ。はまられましたが、全体的にこんな感じ。なるほどね、うん、チャンネル登録お願いします。これ10個ぐらい。こんなんプライベートだったら、ちょちょちょ、もうちょっとやめようかって言ってる。ちょ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 って言ってるわ。後輩がこのペースで食べたらダメ、呼ばない、うん、二度と呼ばない。ごめんね、地味な不思議なラインナップになりましたけど。マジでだって全部でもやそんな値段いかないもん。いかないいかない。これで1000円ぐらいな、多分1200、300円ぐらいちゃうな。これはいいですね。やってみましょう。やってみて、うん。